皆さんこんにちは、池さんです。今回は950登録っていう牽引に特化した特殊な登録方法についてお話ししたいと思います。実はね、キャンピングトレーラーの牽引登録には2種類あって、一つはね、トレーラー側に、牽引車を登録する方法。これはね、どういうことかっていうと、キャンピングトレーラーを買ったら、車検取るんだけども、その際に引っ張る車はこの車ですよっていう風に指定して登録する方法。これがまあ一番ベーシックなやり方なんですね。もう一つは、牽引する車、つまり、僕の場合は僕のハイエースねに、登録する方法、これを950登録って言うんですけども、この2通りの方法があります。従来はね、トレーラー側にその牽引車を登録するっていう方法が一般的だったんですけども、これってね、実は不便だと思いません？なんでかっていうと、この登録方法だけだと、せっかくヒッチメンバーを装着した僕のハイエースは、今度買うであろう僕のキャンピングトレーラーしか引っ張ることができなくなっちゃうんですね。なんかちょっともったいない感じがするでしょ。なんでこの950登録っていうことをすることで、牽引する車の検査証に記載された車両総重量範囲内であれば、どんなトレーラーでも牽引できるっていう、とっても便利な登録なんですね。さらにこの950登録をすることで、トレーラーを購入する前に事前に ETC の登録を変えることができるんです。どういうことかっていうと、ETC の登録も、牽引あり、キャンピングトレーラー引っ張ってますよっていう、仕様に変えてもらわないと、そのまんまね、 ETC のゲート通っちゃうと、自分の車のところでバーンってバーが降りてきちゃって、まあ、バーを折っちゃったりとかね、何かしらトラブルになっちゃうんですね。なので事前にトレーラー引っ張ってますよ、牽引車ありですよっていう仕様にセットアップし直す必要があるんですね。これを、950登録していると、トレーラーを持っていなくてもその登録に変えることができるんです。これね、近所のオートバックスとかで簡単にできます。なので、まあ、メリットだらけの950登録、今回はね、この登録のやり方っていうのをご紹介したいと思います。非常に簡単にできちゃうので、ぜひね、最後までご覧ください。ではまず、その登録に際して、まあ、自分がね、用意するものをご紹介します。3つです。まずね、自分の車の車検証で、次に牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量の計算書。なんじゃそれ。これね、連結検討書って言うんだけども、この、書類が1枚必要になります。そして印鑑ですね。印鑑は認め印で OK です。自分で用意するのはこの3つだけです。で、その他の書類はね、手続き当日に陸運局で手に入りますので大丈夫です。その中で一番なんじゃこれって思うのが、その計算書、連結検討書って呼ばれるものだと思うんですけども、これね、ちょっとめんどくさいんですよ。その自分の車が何キロまでの、トレーラーを引っ張っても大丈夫ですよみたいなのを決められた計算書に従って作らなきゃいけないの。これちょっとね、めんどくさい。この連結検討書を作成してくれる業者さんっていうのがあって、大体ね、2000円から5000円ぐらいで作ってくれるらしいので、だからこんなものは業者さんに任せてサクッと作ってもらっちゃいましょう。それらの準備ができたら、もう早速陸運局へゴー。さあ、次に陸運局での登録の手順、手続きの手順ですね。まずね、950登録したいんですけど、どの窓口行ったらいいですかってね、誰かに聞いてください。たら、あそこの窓口に行ってくださいって言われるので、そこ行って950登録したいんですって言うと、次の書類をもらえます。何かっていうと、まずね、申請書 OCR 第1号様式っていうのと、登録事項等補助シート OCR 第10号様式というのがもらえます。この時、まずね、その10号様式っていうのは記入しないで後回しで OK です。最初にね、1号様式っていう方に自分で記入する必要があります。そこには住所、氏名、車検証を見ながら登録番号を社名へ
型式、車体番号、原動機の型式とかね、必要な部分を記入していきます。で、記入を終えたら再度同じ窓口に行って書類をチェックされるんですけども、この時に本来その計算書っていうのを提出するはずなんですね。ところが僕が行った時、その担当者さんはその計算書を出してくださいって言わないんですね。で、そのままね、出さないまま一式持って行って、後でお呼びするのでお待ちくださいって言われて、あれ計算書っていつ出すんだろうって思ったんだけども、まあ待ってたんですね。するとしばらくすると呼び出されたので、もう一回窓口に行くと、もうね、書類が完成して用意されていて、次の窓口へ行ってくださいって言われるんですね。そこで僕はあれと思って、計算書って出さなくていいんですかって聞いたんです。そしたら、じゃあ一応見せてもらっていいですかみたいな、一応ってなんじゃいと思ったんだけども見せたんですね。そしたら、まあ、さらっと目を通しただけで、計算書は返されちゃうんです。なんだって思うでしょ。実は後で分かったんですが、僕の地元の陸運局にはね、ハイエースの950登録ってたくさんあるので、すでにね、計算書の、記載内容ってデータベースにね、たくさんあるらしくて、わざわざ計算書を確認しないらしいんですね。だから地域によってはね、計算書なくても申請できるみたいです。ただしこれはね、超レアケースなので、やっぱりちゃんと作って持ってった方がいいと思います。これはあくまで僕のケースでした。で、次の窓口でさっきね、後ででいいですって言ったその OCR 第15様式っていうのを提出します。すると窓口の人が何を記載するかっていうのを、丁寧にね、説明してくれるんですね。なので、もう言われた通りにそのまんま記載して提出するだけです。もう提出するとすぐに新しくなった車検証がはいよって出来上がっちゃいます。というわけで、これだけの手続きで完了です。そして出来上がった新しい車検証がこちらです。バン、ね、このように備考欄のところに950と記載されました。これで僕のハイエースは 1990kg 以下のトレーラーだったら何でも牽引可能になるんですね。ただし牽引免許を持ってない人は 750kg 以下の、トレーラーしか引っ張れないので注意してください。最後にですね、この950登録、実はですね、費用は一切かかりませんでした。0円でした。でね、これは実は地域によってはどうやら手数料がかかるところもあるらしいので、そこはね、皆さんの管轄の陸運局に事前に確認してから行ってください。以上、950登録の申請方法でした。それではまた、バイ。 Dude, that father is 10 men permed.